イサツトムは沖縄県議の安市出身のプロバスケットボール指導者である。2007年に BJ リーグ琉球ゴールデンキングスのアシスタントコーチに就任する。2013から14シーズンシーズンからはヘッドコーチに昇格し、このシーズンと2015から16シーズンにリーグ優勝を果たした。2016から17シーズン終了とともに退任し、 2017から18シーズンからはサンドッカーズ渋谷のアシスタントコーチを務める。2018から19シーズン途中から勝久・ジェフリーの退任によりヘッドコーチに昇格。高難高校で1年時に選抜大会準優勝に導きベスト5を受賞。翌年には地元開催の国体で優勝に貢献。高校の同期に元プロボクサーのピューマとグチ。 現バスケットボール部監督の井上君夫は2年後輩に当たる。仙台進学後も新人戦でアシストを獲得。4年時には首相を務める。ユニバーシアード準優勝メンバーだった、強商店は同期に当たる。卒業後は地元に戻り、大米クラブに入団し選手権任監督としてプレー。2001年には全日本クラブ選手権で優勝を果たし、オールジャパンにも出場。 2004年までは学生時代より引き続き国体沖縄県代表に選ばれ続け、1998年の神奈川、夢国体では準優勝に貢献。2005年には国体道代表アシスタントコーチ、翌2006年にはヘッドコーチとなる。同年は母校、高難のアシスタントコーチも務める。2007年に現役を引退し、地元から BJ リーグに参戦する琉球ゴールデンキングスのアシスタントコーチに就任する。2013年オフヘッドコーチ昇格。2013から14シーズンはレギュラーシーズンで歴代最高の43勝を挙げて最優秀コーチ賞を受賞。プレーオフも勝ち抜いて就任1シーズン目でのリーグ制覇を達成した。BJ リーグ最後となった2015から16。 シーズンもリーグ制覇を達成。B リーグ発足後も引き続き19の指揮を取った後、2017年オフに退任。2017から18シーズンからは、旧 NBL の実業団を母体とするサンロッカーズ、渋谷のアシスタントコーチに就任。しかし2018から19シーズン途中に、勝久・ジェフリーヘッドコーチが解任されたことを受け、公認のヘッドコーチに就任した。 ありがとうございます。